こんにちは、エリコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日ソニーが発表があって結構面白いものを発表したので、ちょっとその話今日の動画でしようかなと思ってます。まあ新しいカメラと新しい結構面白いファームウェアが発表されました。ではスタート。OK、 もし私のチャンネルを初めて見てる人だったらイルコです。いろんなカメラに関係する話をアップしてるので、初めての人だったらぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。そして、今日の発表、結構面白いものがいろいろ発表されました。まあ、まず新しいカメラ、新しい APS-C ミラーレスカメラが出ました。ソニーの α6400、まあ、いろいろ見てたら結構面白いカメラだなと思いました。そしてやっとソニーが今まで多分めっちゃいろんな人がそれ欲しいって言ってたことを実現してくれました。バリアングル、やっと今日のカメラバリアングルついてます。まあその話はちょっと後で話します。でもソニーありがとう。でソニーの α6400 APS-C カメラ、まあ、今までのカメラと同じく2400万画素で、まあ普通に多分センサーが新しくないと思います。まあ、今までのセンサーそのまま使ってるけど、プロセッサーが新しくなってて、そしてそれによってピントが結構速くなってるらしいです。世界で一番、AF が速いカメラだそうです。 0.02 秒でピントが合います。まあ多分いろんな条件とかいろいろあるだろうけど、425ポイント AF ポイント、まあ、フェーズディテクトも、あとコントラスト AF も入っています。まあ、425、そして感度が100から3万2000まで、そしてまあ拡張ももちろんあります。あと連写も結構早いです。11枚、連写は1秒11枚ができるので、あ、まあ結構早いです、あの APS-C カメラで。まあといっても α7R3 より早いんだよね。ローで連写が早いけど、ローでも連写ができるけど、ローだったら、圧縮ローで12ビット圧縮ローで、まあ、それまではできます。1秒に11枚、無条件で、あの普通に AF 使ってても AFC 使ってても、瞳 AF 使ってても普通に限られてないです。その辺はキャノンの EOS-R は結局ちょっと限られているところがありました。 AF11 枚、1秒で11枚、連写ができます。まあ、もし非圧縮だったら、まあ、どれだけ多分だいぶ減ると思うけど、あの、まあ、多分7、8枚ぐらいできるかなと、まあ、と思うけど、まあ、実際にスペックは何も出されてなかった。でローファイルは、もしローで撮影してたら連写は45枚、あのでバッファーがいっぱいになります。で IAF、瞳オートフォーカスがかなり良くなってるみたい。そしてその辺で、まあ、多分一番今までの IAF よりだいぶ、まあ、良くなったところは、私が IAF を使ってない結構大きな理由が、まあ、IAF 使うのに結局別のボタンを指定しないといけないんだよね。まあ、私の場合はちょっと上の方に、まあ、親指を押しやすいところを IAF にしてるんだけど、まあ、結局押したくないんだよね、あの別のボタンの親指は別のことをいろいろしてるので、ちょっと邪魔くさいと思うところはあるんだけど、今回は IAF は普通に歯の押しでできるようになります。かなりその辺はちょっと感動してるアップデートです。歯の押しで IAF はできます。まあ、Advanced IAF という感じで、まあ、英語になってた。でリアルタイムトラッキングができます。リアルタイムで、まあ、ずっとトラッキングしてます。結構あの感動しているところです。でまた IAF なんだけど、あの動物 IAF も入ります。あの、まあ、ワイルドライフ撮るカメラマンとか、まあ、私だったら猫とか犬しか撮らないけど、まあ、その辺も動物 IAF も普通にできます。でその辺のアップデートはまたちょっと動画の最後にそれも話すけど、α9 にも入ります。α9 にも入るけど、そして α7-3 と α7-R3 にも入るんだけど、確かリアルタイムトラッキングが入らないらしいです。あの、まあ、歯の押しでの瞳 AF と、あと動物の、動物瞳 AF が入るんだけど、確かリアルタイムトラッキングは入らないらしいです。もう一つやっと改善されたと思ったところが、
ダイヤルです。露出補正ダイヤルがないです。やっと露出補正ダイヤルがなくなってます。マニュアル設定しか使わないカメラマンとして α7-3、α7-R3 にもあるけど、その露出補正ダイヤルが本当に意味がないです。そして、まあ、あるのはいいんだけど、何か違う機能を指定できたらいいなとずっと前から望んでたんだけど、やっとそれができるようになりました。露出補正ダイヤルがもう露出補正ダイヤルじゃなくて、今は普通にカスタマイズできるダイヤルになってます。まあその辺はもう本当に、まあ、いいところだなと思いました。そして、まあこれからのまあソニーデルカメラもその露出補正ダイヤルは本当になくなってほしい。露出補正ダイヤルが、まあ、マニュアルカメラマンを多分使う人は他の機能が指定できたら最高だなと思います。そしてまあソニーは露出補正ダイヤルをなくしたことは最高です。そしてまあこの辺で一つかなりもうやっと来たよ。そして多分それがあるからこそ多分私がこのカメラ買おうと思う機能です。バリアングルがあります。バリアングルがあるんだけど、やっとソニーがバリアングルつけてくれたので超嬉しいんだけど、まあバリアングルは上から来るんだよね、あの横からじゃなくて。なので動画撮影している時に、まあ今までに結局今も見えないんだけど、普通に α7-3 と言います、撮影しているけど、まあ今こういうコントロールしている環境だったら全然それでいい、まあいい時もある。普通に今横でモニターもあるし、あの iPhone でコントロールもできるとか、まあいろいろあるけど、普通に早く外で撮りたいとかそういう環境だったらもう超欲しいんだよね。ちょっと手持ちでもたまに撮るけど、あのそういう時には普通に確認できるようにはしたい。ただすごいいいところにまああるんだけど、あのバリアングルにはなってるんだけど、横じゃなくて上で、それもそれでいいんだけど、一つのすごい欠点が、まあ、例えば普通に、まあ、Vlog とか撮る人だったらマイクつける人結構いるんだよね。そしてマイクはホット仕様につけると結局邪魔になるんだよね。マイクを、まあ、なんかモフモフつけてるちょっと大きな感じのマイクをホット仕様につけて使うと、結局その辺そこにあのバリアングルになると、まあ、超邪魔だと思います。その辺はちょっとダメだよな。まあでもその辺にバリアングルができたのは、まあ、結構嬉しいです。そしてその理由で多分私が買おうと思います。 α6400 で、まあ、値段もちょっと後で話します。あとね、まあ、ちょっとその辺で心配するところが一つあるんだけど、まあ、何を心配するかっていうと、今までのソニー α シリーズカメラは1台もバリアングルがないんだよね。1台もバリアングルがなくて、まあ、いろんな YouTuber とか、まあ、ちょっと動画撮る人が結構ずっと、まあ、いろんな文句言ってる動画も結構見てるんだけど、でおそらく α7S3 の方とか、それか α7-4 とか α7R4 とかが出るときに、まあ、つけてくれるんじゃないかなとか、まあ、結構、まあ、そういう感じで自分でも思ってたんだけど、もしかしたら今これが出たからこそもうつけたやろってなるかもしれない、まあ、ソニーが。そして結局もうブログが撮れるカメラはバリアングルのカメラはもうあるから、別に他のカメラ α7S とかシリーズにもうつけなくていいんじゃねとかってなるのがちょっと心配だよな。あの α7S3 とかが出る時にもう本当に欲しい、あのもしたまあ動画撮る人だったら、もう自分が買うかどうか分かんないけど、絶対あった方がいいかなと思います、バリアングルが。それか、まあ、α7-4 シリーズが、まあ、いつか出るだろう。まあ、でも結局、ソニーの初、まあ、ミラーレスまあ、カメラ、まあ、交換式、レンズ交換式 α シリーズのカメラで、結局バリアングルになったカメラです。で、もう一つ戻ってきた結構いいものがタイムラプス機能。今まであるあの2シリーズの方に α7-2シリーズの方に普通にタイムラプス機能は、まあ、アプリとして入ってたんだけど、3になったらそれが消えました。結構、まあ、その辺私もがっかり まあ、その辺から始まったので私がちょっとがっかりしているところだったと思います。でタイムラプス機能が入ってます。ただタイムラプス機能が入ってると言っても
確かアプリでの処理が必要になるみたいな感じになってました。なので、モバイルの何だったか、インフィニットエッジだったかな、ソニーのアプリのモバイルバージョンのアプリも、出るので、それでの処理が必要になると思います。でもタイムラプスもあの中に入ってます。そしてもう一つ、HDR での動画撮影もできるのと、そしてこれは確認してないけど、いろいろどっかでちょっと見たけど、で、スペック見てたらちょっとすぐ見つからなかったけど、確か30分の動画の、上限がないかもしれない。そして、その辺は多分この動画終わってからもうちょっと調べるけど、確か30分の動画上限がない可能性があります。でどっかでちょっとその情報を見てたけど、あとでちょっと確認しないといけない。またコメントの自分でコメントの方にそれをもしあれかあるかないかを後ほどコメントします。もうあと2つちょっと、がっかりするところと、がっかりするというか、ちょっと小さな、欠点が手ブレ補正がないです。なので、例えば普通に B ログとか手持ちで撮ろうと思って、もし歩きながら動画撮ってたら結局手ブレ補正がないので、もうガタガタの感じのあれになると思います。ジンバル持ってやった方が多分きっと、ジンバル使ってたら結局多分誰も気にしないだろうけど、普通に手ブレないの補正がないです。その辺はα6500 の方が、いいと思います。もしそれが必要だったら。そしてもう一つ、それはそうだやろうなというところが、電池が今までの、Z50 シリーズの電池になっているので、大した電池寿命ではないかもしれないね。それだけ、いろんなプロセッサーとかのコンピューターのいろんな機能がさらに進化してきて、もしかしたらさらに電池食うことになるかもしれないので、その辺はちょっと Z100 みたいな感じになってたらもう最高なのにな。でも、USB-C なので普通に、バッテリーパックでの充電しながら撮影が可能なので、その辺は、まだマシ、電池は、古い電池なんだけど、古い小さな電池なんだけど、充電しながらの撮影ができることが最高です。なので、例えば超長い時間でタイムラプス撮影しているときには、多分普通にバッテリーパックにつなげたまんま撮影した方がいいんじゃないかなと思います。そして、また多分動画撮る人気にするところだろうけど、ヘッドホンジャックがないけど、個人的には別に大丈夫かな。いつも使ってるワイヤレスマイクにヘッドホンジャックがついてるので、もし必要なら、例えばインタビュー動画撮影の仕事している時には、それがあるので問題ないです。でもヘッドホンジャックがついてないです。そしてもし例えば、自分で動画を撮るなら、普通に画面のこっちに向けたら、音レベルが普通に出るので、見える距離だったらそれでもある意味モニターできると思います。そして、結局、カメラ の画面がバリアングルになってるってことが、いいんだけど、先ほど言った通り上になってる。そしてそうなると、もしマイク使ってたら本当に多分邪魔になる、ホットシューにマイクをつける。なのでこういう時に結構またスモーリグのアダプターが必要になると思います。今 α7R3 にスモーリグの、L ブラケットをずっといつも使ってます。そして L ブラケットをつけることによって、結局マイクは上の方じゃなくて横につけるような感じのアダプターが必要になると思います。もし例えば普通にマイクをつけて、こんな感じで動画を撮ろうと思ったら、そういう感じでマイクを上じゃなくて横につけた方が結構見やすい感じ、画面が見やすい感じになると思います。また実際に私がカメラ多分ゲットすると思うので、ちょっと今から言ってしまうと、買おうと思ってるので、その時は結局スモーリグのなんかアダプターも絶対買おうと思います。マイクが上につけると本当に画面が見えなくなるのが超大きな欠点です。でも本当に、初めて のソニーが、ミラーレスカメラにバリアングルをつけたことはもう本当に嬉しいです。これからのカメラにもそれが当たり前の状況になってほしいんだよな。カメラの値段が、日本円で見てないけど、アメリカで US ドルで950ドルか、1000円ドル近くだったので、結構いい、そんなに高くないな。
通に結構手頃な感じなんじゃないかなと思う。新品の、まあ、これだけ入ってるすごい機能のカメラにしては結構、まあ、いい感じの値段だなと思います。まあ多分日本だったら11万か12万ぐらいになるんじゃないかなと思います、まあ、あれ円にしたら。そして確か、今月末からはもう予約できるはずです。まあ、私も多分早速予約しようかなと思ってるけど、実際に発売が2月20日以降だったと思います。そして、まあ、最後にはなるけど、アップデートが α7R3α7III にもいろいろ出るし、そして α9 にもアップデートが出ます。まあ、先ほどの進化した瞳 AF 機能、鼻押しでの AF 機能とか動物 AF 機能が全部 α7R3α7R3 そして α9 にも入ります。 α9 にも入るけど、あとタイムラプス機能とかね、タイムラプス機能もすべての、今まで の3シリーズと α9 にも入ります。 α9 には、3月のアップデート、バージョン 5.0 に3月に入ります。進化した AF とあとね、 AF の方が瞳 AF は左か右か普通に選択できるようになるらしいです。左か右が。で、その辺は α7-3α7-R3 には入らないみたいです。で、リアルタイムトラッキングも入ります。また α7-3α7-R3 にその辺のアップデートは、まあ、タイムラプスとか、進化した AF のアップデート、動物 AF のアップデートは、4月から入ります。もうちょっと遅くなりますね。また α9 はもうさらにリアルタイムトラッキングのアップデートがバージョン6が、それが夏に予定されているみたいです。まあ、こんな感じのグラフがイベントで出てたので、まあ、ちょっとこっちに貼っときます。 OK、 まあ今日の動画はこれで終わろうかなと思ってます。皆さんは α6400 のカメラはどう思ってるんですか？ぜひ下のコメント欄に入れてくれたら嬉しいです。買う人いますか？まあ、私が多分買おうかなと思います。それでまあ動画撮影、まあ、軽く動画撮影もするときには結構まあ助かるかなと思います。また、まあ、別のテーマには、別の動画のテーマにもなると思うけど、APC カメラが出て、まあ、それで結構まあいいレンズ、いろいろあるんだよね。まあ、普通にソニーの E マウントのレンズは全部そのまま使えるんだけど、Sigma もちょうど E マウントの APC 用に、こういう感じのレンズいろいろ出してたんだよね。何だったかな、 16mm の F1.4、 そして私が最近結構使ってる 56mm の F1.4、 そしてもう一個あったけど何ミリか忘れて、まあ、その3つのレンズが出てたので、それが多分超そのカメラに合うんじゃないかなと思います。OK、 今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。またコメントで皆さんの意見も待ってるので、ぜひコメントしてくれたらめっちゃ嬉しいです。まあ正直に言えばすごいいい発表だったなと思います。そしてまあ近いうちに CP プラスあたりで α7S3 をちょっと私が期待してるんだよね。出るかな。 OK、 最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバイ、ゆうこでした。